英検準一級の語彙問題すべて解説、道の中での語彙印となるものっていうから来ますね。ランドマークなんかと言い換えられますね。ディモールってね、はい、ディが下、モートがモーション、動く。何回出題されてる？準一級で出題9回、正解4回。どうだよ、始まりました。こちらチャンネル。さあ、今回はですね、5月30日に行われた英検準一級の語彙問題すべて解説ということになりますね。やっていきたいと思うんですが、今回はですね、いろんなところでね、今まで紹介してきた一番英検ね、準一級や一級の語彙問題に適しているのはデタタンだよって紹介し続けていたら、なんと、コラボレーションが実現しました。このチャンネルだとかね、武田塾イングリッシュチャンネルとか武田塾チャンネルでもね、紹介していたデタタンオファーいただきまして、やっていきたいと思います。で、今回準一級の問題、まあ25問合意問題があるわけなんですが、デタタンのですね、正解に出てきたもののカバー率は25分の24ということで、一つのイディオムだけ載ってなかったですけど、あとは載ってました。だからこれは市販で出てるパスタンとかよりもはるかに高いんですよ。で、アプリなんで概要欄貼ってありますんで、ダウンロードしていただければと思うんですが、載ってなかったやつも載せてくれます。もう今回の問題も3日後には全部アプリの中に入ってるって言ってましたんで、で、過去に何回出題されたかっていうのもデータとして全て収めてあるものなので、まあカバー率がとんでもないんですよ。後でアプリ自体はやってみようと思うんですが、すごいですよ。もう僕が最初に使ってた頃とは比べ物にならないぐらいいろんな機能がついてめちゃめちゃ便利になってますね。では今回の問題いろいろ見ていきたいと思います。まずは、そう、問題自体はね、映しちゃいけないので、著作権上。だから、正解の選択肢を教えていきますね。redundant って言うんですね。余分なってですね。and とか波なんでね、こう波が立つぐらい、ボーンですね。溢れくっちゃってるよっていうのから来てるやつですね。これだからね、大学受験でも大事。次は probability、可能性なんで、これは基礎単語ですね。low probability っていうコロケーションで出てますね。で、次が ironic、その irony ね、皮肉なってですね。ソクラテスが、無知を装うとかっていうとこから来てる単語なんですよね。で、次は inflict ね、これは重要です。大学受験でもね、難関大問われますので、今回の問題は inflict damage on the environment っていう形で出てたんですけども、そう、ダメージをこう与える、この flict がね、叩くなんで、conflict とか、そういうのでも出てきますんで、こいつは押さえとくといいですね。他のね、選択肢の enhance なんていうのはね、まさにデタタンの準一級の1問目の問題ですね。こう、高めるとかより良くするってですね。この間の浪人生の授業でも確か教えましたね。で、vanish, disappear, 消えるってやつもめちゃめちゃ出ますね、入試問題。っていうのもね、意外とね、入試問題出てきます。から難関大でもね、これも今週高校生の授業でやったな。で、次がフォービア、恐れってやつですね。クラストロフォービア、閉所恐怖症とかゼノフォービアとかね、外国人嫌いとかね、そういうので出てきたりするやつね。で、今回はオーバーカマフォービア、その恐れをこう乗り越えるっていう、そういうコロケーションで出てました。次がエクゼンプトでね、はい、エクゼンプトなんとかフロム何々っていうのですね。で、X が外なんで、あ、そこからこう出るんだなみたいな感じで覚えておくと覚えやすい単語。次はトランスフォームを変えれば簡単ですね。トランスは超えるとか変える、でフォームが形ですから、その形が変わるっていうので、これ覚えやすい。続いてマイルストーン、これね、重要単語ですね。重要な出来事とか画期的なことっていうのを表すやつですよね。マイルストーンっていうのはそれぞれの1マイル1マイルのところにこう石を置いていくっていう印になる。だから比喩的にこの道の中でのすごい印となるものっていうところから来てますね。ランドマークなんかと言い換えられますね、うん、これ押さえといていいですね。次が profoundly ね、 profound っていうのはこれも押さえておいた方がいいです。今回 profoundly happy っていう形で出てたんで、そう、 profound いつも言うんですけど、深いだけで覚えるんじゃない、すごいっていうイメージを持っておきなさい、ね、だから profoundly ってさ、すごく嬉しいじゃないですか。だからそうやって覚えておいた方が応用が効くから。ちなみに入試とかでも一番よく出るのは profound effect なんで、これ深い影響っていう、ね、すごい影響って覚えておいたら楽ですよね。次がね、スポットレスね。これそうそう、綺麗な、もうスポットがついてない、反転点ついてないからめっちゃ綺麗って。4の選択肢のね、インパーシャルなんていうのも重要ですね。パートっていうのが部分、その部分っていうものがないから、そう、どっかに偏らないよ、部分に偏らないよ、平等だよ、なんていうの。次が、ディモールってね、はい、ディが下、モートがモーション動くですね。だから下に降格される。今回は上のチームから下のチームに降格させられちゃったっていうので出てました。次がコアリションですね。これまあめちゃくちゃよく使う表現なんですけど、結構知らない人もいるので、大学入試のね、難関大を受ける人は覚えておきましょう。この連帯とかね、連携ってやつなんですが、項が共になんて覚えやすいです。一緒にこうくっつくんだなってイメージを持っとくと覚えやすい。で、次は vicious ですね。まあ、後ろにアタックと一緒に出てましたけど、vicious っていうのは悪いですね。vice っていうのもそうですね。だから気をつけなきゃいけないのは、いつも授業で言うのは、vice president は悪いプレゼントじゃないですかね。そう、ごっちゃにならないように気をつけなきゃいけない。ね、で、vicious cycle とか vicious circle、悪循環なんていうのも入試問題よく出てきますので、知っておきましょう。
で次が、あ、これ本人生の授業でありますね、カルティベイトね、はい、耕すってやつです。カルチャーとかっていうのもこれ耕すから実は来てる。フードクロップスっていうのがね来てたんで、これは分かりやすかったんじゃないかなと思いますね。次がグラチュアリティ、あー、これはまあアメリカ行った時は使った言葉ですね。チップのことです。チップね、チップがお会計の中に入ってるからわざわざ残しておかなくてもいいんだよってですね。一回ありますよこれ、チップ入ってるのに間違ってチップも置いてっちゃってめちゃめちゃ払ったことありますね。次がエクソーステッドね、もう疲れちゃうね。エクス相当で息がファーって出てあーっていうのがエクソーステッドのイメージですね。で次がシグニファイ、意味するっていうね。そう、シグニファイにはサインが入ってるじゃないですか。サインっていうのは印ですね。そう、このマーク、サインってどういう意味ですかなりますね。なんで繋ぎやすい。え、次もアサンプションね、仮定っていうのは、アシュームがザット説取れるので、アシュームザット SV じゃないですか。だからアサンプションも同格のザット取れて答えがわかるっていう問題です。次が、ディセンダンツね。はい、これ重要単語。これも浪人生の授業で2週間前やりましたね。子孫っていうやつですね。ディが下、先度が進むなんで下に進む。で、アントは人を表しますから、ね、下に進んでる人っていうので子孫っていうのは覚えやすい。で、次が、revolve ですね。こう、回転する、revolution、ね、革命っていうので有名かもしれないですが、この volve っていうのが、回ることを表しますね。evolve、進化とか、involve、こうね、含むとか、これらと使ったりするやつですね。で、今回は、昔の人たちが太陽が地球の周りを回ってる。revolve the around the earth だと思ってたっていう話でした。で、次が、be reluctant to do の reluctant ですね。これよく出ますね。be unwilling to とね、言い換えになったりして登場することもありますので、ちゃんと押さえておきましょうね。で、次から、idiomですね、はい、miss out on ね、これはトイックでも出たことありますし、大学受験でも出題されたことあります。それを逃しちゃうよっていうね、 miss out on っていうのはいろんなとこで実は問われたことがありますね。で次は wrestle with the problems ね、問題と格闘する、取っ組み合い、 wrestle っていうのはこう取っ組み合い、格闘だよって言って、もうちょっとね出題されるんだったら詳しく説明しておけばよかったの。浪人生の授業で選択肢いたんですよ。だから wrestle、 レスリングのこれだから取り組みってさらりと喋っちゃったけど、なんだ順一で出題されるんだと、もっと詳しく話しておけばよかった。 wrestle with the problem ね。で次が、これはまあ、went for ね、go for an officer's gun って言って、警察官のこうガンをね、取ろうとした、for にほら求めるっていうのがあるじゃないですか。で、だからナイフとか銃とかをこうやって取ろうとするやつ。25番は知らなきゃですね、catch up on the news ですね。はい、catch up 追いつくだから、まあ、catch up 放送って日本語でも言うし、catch up 自体はだいぶ下のレベルでも出るから、3級とか12でも catch up 出んじゃない、まあ、ただ catch up with になってるか、その場合はね。はい、ということでね、25問で、一体どっからいくつ出てるのかまでもね、乗ってくれてるデータ単情報。すごいよね。そんなデータと、じゃあ実際にプレイしてみたいと思います。まあ、動詞見てみましょうか。動詞で、永日、日英とか、音声だけか。音と聞いてそこから選ぶとか、そういうのも選べるわけですね。じゃあとりあえず5問のテストやってみますね。お。enhance。音が聞けないですね。enhance がほらさっき言ったやつね。高める。で、しかもこれこうやってですね、辞書引けんですよ。これが強い。名詞とかだと一体どういうものなのか分かんないってことで、そう、 Google イメージですね、画像検索することができたりとか、ね、こう高くなってってるようなのが分かるじゃないですか。語源をね見たりとか、 Google ってこうやって語源って打てば出てくれるんですよ。中にアルタス高い。で、アルクのエイジロー、ウェブリオ、ウェブスター、ロングマン、シソーラス .com ですね。言い換え見てくれるやつね。こうやってエンハンスだったらこういう言い換えですよとか。で、さらにですね、これね、物書き堂に行くんですよ。ほら、僕の持ってる物書き堂の辞書にそのまま行って今ジーニアスが開きました。バック押せばほら、エンハンスってもう打たれてる状況なんですよ。これ自分で打たなくていいと。用例だったりとか、そのエクザンポーですね。こういう風に例のところに行ったり、エンハンスダイジェッションとか。超進化しました。で、こういう風にコピーすることもできるし、選ぶことができる。reconcile 仲直り。clarify クリアにするだから、明らかにする。encounter encounter でクラス遭遇する。encounter the problem とかね、よく出ます。cherish cherish はい、ターゲット1900載ってるよね、確かね。心に抱く、大切にする、こんな感じでできる。さらにこのマルヒね、すごくないですかこれ。何回出題されてる。準1級で出題9回、正解4回、1級での出題3回、2016年もの情報とかね、こんだけ乗っけてくれるんですよ。これやばいですね。すごいものなんで、ぜひぜひ試してみてください。概要欄に貼ってありますので、データタンとのコラボレーションでした。英検準1級次受ける方はぜひ使ってみてください。他のパートはね、ちゃんと問題が公開されたら分析しようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.